エルンストレーマク、エルンストレーマクは、ドイツの神経病理学者。ロベルトレーマクの子。息子のロベルトレーマクは、数学者。ベルリーンに生まれ、ブレスラウ大学、ベルリン大学、ビュルツブルグ大学、シュトラースブルク大学、ハイデルベルク大学で学び、1870年に、医学博士号を取得。1870年から71年の、不仏戦争に従軍。 森大外も学んだことのある、ベルリン大学附属者リテ病院の助手となり、神経病理学者として、自立、1877年に私講師、1893年に、教授となる。レマーク麻痺レイモック、エスパラリシス、レマーク反射レイモック、エスレフレックス、レイモックフェマールリフレックス、レマーク症候レイモック、エスシンプトムなどに名前を残す。デマーク反射とは、 水退炉が損傷した際に、大体の内側を摩擦すると、足巨上、足肺屈反応を示すことである。エルンストレーマクは、また、医学雑誌に50件の論文を投稿、また、開業医のための電気診断法と、電気療法の入門書、グランドリスでアレクトロードイギーナスティックウント、アレクトロテラピーフィアプラクテシャエルツテ、 カールノートナーゲルカール・ナスネグルの特殊な病理学と治療法のハンドブック・ハンテブックでアスピーゲラン・パターラジー・ウント・テラピーの神経炎と多発性神経炎、ナイタス・ウント・パリンライティス部分の作者でもある。この記事にはパブリックドメインである次の文書本文が含まれる。シンガー、イシドレ、エトール、エズ、ザ・ジュイッシュエンサイクロペディア、ニューヨーク、 ファンクワグノルズ、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。